ミサイル発射を繰り返す北朝鮮で、菅、北京五輪が開催ともあって、今は静かにしています。五輪開催中にミサイルを発射するか、しないかで、今後の北朝鮮の情勢は、一気に変化を見せます。今回は、ニュージーランド軍の背取り、監視活動を詳しく見ていきますね。北朝鮮への背取り監視ですが、中韓の監視も同時でしょう。トンガへの支援は、やはり、近くともあって速やかでしたね。ニュージーランド軍には、戦闘機部隊がないのをご存知ですか？私は知らなかった。2022年1月15日、日本からは、およそ 8000km ほど離れた海洋国家のトンガにおいて、海底火山、フンガトンガ、フンガハーパイが大噴火を起こし、日本にも、一時的に津波が押し寄せるなど、その規模の大きさが注視されている。このフンガトンガ、フンガハーパイは、トンガの首都である、ヌクアロファトンガタプシマからは、北方約65キロほどの海底にあるため、専門家らからも、数百年に、一度、クラスの規模の大噴火の可能性も示唆されるが、まだ正確な被害は、伝わってきていない。トンガでは、この噴火で、海底に敷設されたケーブル類に、被害が及んでいる模様で、これにより、通信インフラ等が、損害を受けており、なお、一層、現地が、どのような状況に置かれているのかの把握が難しい状態が続いていると言える。アメリカの NASA では、今回のフンガトンガ、フンガハーパイの大噴火のエネルギーは、太平洋戦争中に、日本の広島に投下された原子爆弾の数百倍、TNT 火薬換算では、最大18トン規模だったとの見解を発表している。トンガ政府によれば、これまでに、津波の被害によって、3名の犠牲者が発生しているとされ、今後は、広範囲に降り注いだ火山灰で、生活用水が汚染されたことによって、伝染病の蔓延や、飲料水の不足などの問題が生じる恐れがありそうだ。こうしたトンガの事態を受けて、日本政府も、海上自衛隊の輸送艦、大隅を派遣することに決定。同艦は、広島県の呉基地から、支援物資を積載して、1月24日に出港、高圧洗浄機や飲料水を届けるべく、現地に向かっている。これに先んじて、航空自衛隊の愛知県の小牧基地からは、飲料水を積載した C-130 輸送機も派遣されているが、無論、航空機と輸送艦では、積載可能な支援物資の量が、比較にならないため、C-130 輸送機の派遣は、あくまで初動の対応だったと言えるだろう。日本よりも、はるかにトンガに近いニュージーランドも、早々に自国軍を投入して、その支援を開始しており、貴重な現地の災害発生後の状況を収めた写真を、同空軍の P3 キロ未哨戒機の活動によって、世界に伝えるなど、大きな役割を果たしている。このニュージーランド空軍の P3 キロ未哨戒機は、アメリカの現、ロッキード・マーチン社製の哨戒機であり、日本でも、川崎重工業が、100機以上をライセンス生産するなどしていたが、同空軍では6機を保有、運用している。総人口が、500万人ほどに過ぎない、小国のニュージーランドにとっては、この P3 キロ未哨戒機の全6機という、数字は決して少なくないが、同機は、2021年11月には、国際連合の安保理決議を受けて、北朝鮮の監視任務にも参加している機体だ。その北朝鮮の監視任務については、ニュージーランド空軍の P3 キロ未哨戒機は、沖縄にある在日米軍の嘉手納基地へと派遣されており、限られたリソースを、国際協調の場にも投入している同国の政治的スタンスを物語るものだろう。また、ニュージーランド空軍も、日本と同様に C-130 輸送機を保有、運用しており、こちらは、1月20日に、被災後に初となる、
トンガの空港への着陸を果たし、最優先である飲料水は、もとより、発電機や通信機器等の機材の搬入も行っているという。ニュージーランド空軍は、C-130 輸送機も、5機のみを保有しているに過ぎないが、日本では、航空自衛隊が16機、陸標自衛隊が、6機の合計22機を保有、運用しており、この点からも、普段は当たり前に思う自衛隊の装備のありがたみを感じる。さてニュージーランド空軍であるが、固定翼の航空機としては、P3 キロ未消化機6機、C-130 輸送機5機以外には、中型のボーイング757旅客機2機、小型のビーチクラフト、キングエア5機、T6 敵3未練習機11機を運用している。そして、特徴的なことに、2022年現在、ニュージーランド空軍は、戦闘機を保有しておらず、これらの消火機や輸送機、練習機等のみで構成されているため、いわゆる攻撃任務に従事できる、航空戦力はなく、極めて稀な空軍とも言えるだろう。かつて、2001年まで、ニュージーランド空軍でも戦闘機として、アメリカで、1950年代に開発された、ダグラス A4 スカイホークを調達、最大で22機を保有、運用していたが、米ソの冷戦終結に伴う形でこれを維持、更新することを止めた。1999年頃には、老朽化してきたダグラス A4 スカイホークを、F-16 ファイティングファルコンの A、B 型28機に更新する案もあったが、ニュージーランドの政権交代により中止され、戦闘機の搭乗者も、オーストラリアやイギリスに移ったという。こうして、2003年には、完全に、ニュージーランド空軍から戦闘機部隊は、失われ今日を迎えているが、同様に深刻な、軍事的な脅威が地理的に少なく、軽装備であった隣国のオーストラリアは、中国の海洋進出に対抗すべく、軍拡路線に切り替えている。そのため、ニュージーランド空軍も、再び、航空戦力の獲得、つまり、戦闘機部隊の再編を考慮する、可能性もあるのではないかと、個人的には、昨今の新型コロナウイルス対策についての、ニュージーランドの動きを見ていると思えなくもない。さて、トンガに向けて、ニュージーランドは、同国空軍だけではなく、海軍艦艇の派遣も進めており、1月20日には、オタゴ級フリゲート艦の2番艦、ウェリントンが、その任務に投入されたことも、一部の報道で明らかにされている。オタゴ級フリゲートの2番艦、ウェリントンは、2010年に就役した艦艇で、満載排水量が1600トン、全長が85メートル、全幅が、14メートルの艦隊に 14,680 馬力を発生するディーゼル機関2機を搭載、最大速力22ノットを発揮する。オタゴ級フリゲートの主兵装は 25mm 口径の M242 ブッシュマスター単装機関砲1機と 12.7mm のブローニング M20 機関12機であり、排水量、兵装からも日本で言うなれば、海上保安庁の巡視船に近い艦艇だと見てよいだろう。ニュージーランド海軍では、オタゴ級よりも、排水量の多いフリゲート艦として、テカハ級2隻を保有しているが、こちらは、満載排水量が3600トン、全長が 117.5 メートル、全幅が 14.8 メートルの艦隊を持つ同海軍一の規模の艦艇である。ニュージーランドは、トンガの近隣国として、その被災に、最も早く、救援の手を差し伸べているが、このフンガトンガ、フンガハーパイの大噴火という、自然災害に対し、日本で無責任かつ不謹慎な言説を吹聴する声も、一部にある。これらは、アメリカの前トランプ大統領を狂信的に支持するキューアノンの亜流であり、フンガトンガトンガ、フンガハーパイの大噴火を、
地球上を支配するディープステートと、それを阻止しようとする勢力の戦いなどと称している。こうした荒唐無稽な言説を、少なからぬ日本の人々が支持しているという状況は、いかに現代の社会が容易にデマ情報が拡散されるのかを知るには興味深いが、人命軽視という基本的な事実は顧みられておらず腹立たしい。中国のような独裁国家が行う情報操作は言うに及ばず、言論の自由が許されている日本とはいえ、こうした言説がまかり通る背景には、人はつくづく信じたいものしか信じない生き物なのだと痛感させられる。